趣味趣味はカラオケです趣味みはカラオケです日休みの日に本を読みます休みの日に 本を読みます楽しいテニスは楽しいですテニスは楽しいです 好きなスポーツが好きですスポーツが好きです嫌いな漫画が嫌いです漫画が嫌いです 「あまりあんまり」スまりりま「スポーツはあまり好きじゃありません」「スポーツはあまり好きじゃありません」「どちら?」 サッカーと野球とどちらが好きですかサッカーの方が好きです。サッカーと野球とどちらが好きですかサッカーの方が好きです。 どちらもどちらも好きですどちらも好きですどっちサッカーと野球とどっちが好き サッカーの方が好き。サッカーと野球と、どっちが好き?。サッカーの方が好き。上手な。スミスさんは、絵が上手です。 スミスさんは、絵が上手です。下手な。私は歌が下手です。私は歌が下手です。 まだまだです日本語が上手ですねいいえ、まだまだです日本語が上手ですねいいえ、まだまだです 習う習いますいけばなを習いましたいけばなを習いましたいけばな彼女はいけばなの先生です 彼女は生け花の先生です茶道茶道に大変興味を持っています茶道に大変興味を持っています 簡単な簡単な絵を描きます簡単な絵を描きます優しい茶道は優しいですか いいえ、難しいです。佐藤は優しいですか?。いいえ、難しいです。難しい。佐藤は難しいです。佐藤は。 難しいです。写真これは家族の写真です。これは家族の写真です。 撮る撮りますスマホで写真を撮りますスマホで写真を撮りますカメラこれは父のカメラです これは父のカメラですえ<絵>素敵な絵ですね素敵な絵ですねかくかきます描く。

音楽日本の音楽が好きです。カラオケ カラオケが好きですカラオケが好きです一緒に一緒にカラオケに行きませんか一緒にカラオケに行きませんか みんなでクラスのみんなでカラオケに行きましたクラスのみんなでカラオケに行きました歌山田さんは歌が上手です。 山田さんは歌が上手です。歌う。歌います。みんなで日本の歌を歌います。みんなで日本の歌を歌います。 コンサートコンサートに行きましたコンサートに行きましたククラシック,クラシックとジャズとどちらが好きですか どちらも好きです。クラシックとジャズとどちらが好きですかどちらも好きです。ジャズ,ジャズ。ジャズの CD をよく聞きます。 ポップス、ポップスが好きです。ポップスが好きです。ロック,ロック、ロックはあまり聞きません。 ピアノピアノを弾きますピアノを弾きますギターこれは兄のギターですこれは兄のギターです ひきます。ピアノをひいてもいいですかはいどうぞ。ピアノをひいてもいいですかはいどうぞ。映画 フランスの映画を見ましたフランスの映画を見ました映画館映画館で映画を見ます映画館で映画を見ます 始まる、始ま,ま始まります。映画は10時に始まります。終わる、終わります。コンサートは七時に終わります。 コンサートは7時に終わります。漫画。漫画はあまり好きじゃありません。 アニメ日本のアニメが好きです日本のアニメが好きですゲーム日本のゲームは面白いです日本のゲームは面白いです ソフトゲームのソフトを買いましたゲームのソフトを買いました面白い昨日面白いアニメを見ました 昨日、面白いアニメを見ました。ジョギング毎日ジョギングをしています。毎日ジョギングをしています。 スキー北海道でスキーをします北海道でスキーをしますダンスマリアさんはダンスが上手です マリアさんはダンスが上手です泳ぐ泳ぎます沖縄の海で泳ぎました沖縄の海で泳ぎました 海海より山の方が好きです海より山の方が好きですプール昨日プールで泳ぎました 昨日プールで泳ぎました川この川で泳がないでくださいこの川で泳がないでください 釣り川で釣りをします川で釣りをします登る登ります7月に富士山に登ります 7月に富士山に登ります。山。富士山は綺麗な山です。富士山は綺麗な山です。 試合。サッカーの試合があります。サッカーの試合があります。負ける。負けます。山田さんはホアンさんに負けました。 山田さんはホアンさんに負けました。勝つ勝ちます。ブラジルが勝ちました。ブラジルが勝ちました。 さあどちらが勝つでしょうかさあわかりません。どちらが勝つでしょうかさあわかりません。強い。 この試合は強いチームになりますこの試合は強いチームになります弱いそのチームは弱かったです そのチームは弱かったです。サッカー。彼はサッカーの選手です。彼はサッカーの選手です。野球。 弟は野球が好きです。弟は野球が好きです相撲。相撲の稽古はとても厳しいよ。相撲の稽古は とても厳しいよ。柔道私は柔道を習っています。私は柔道を習っています。テニス 新しいコートでテニスをしました。テニスのラケットを買いました。テニスのラケットを買いました。 彼らはよくテニスをしています。彼らはよくテニスをしています。ゴルフ兄はゴルフを始めました。兄は。 ゴルフを始めました。天気今日の天気はどうですか今日の天気はどうですか 良い,い。良い。天気が良い,いです。天気が良い,いです。あの人は良い,い人です。あの人は良い,い人です。 悪い天気が悪いです。天気が悪いです。あの人は悪い人です。あの人は悪い人です。 いい天気。お天気。おはようございます。いいお天気ですね。そうですね。おはようございます。いいお天気ですね。そうですね。 雨、今日は雨です。今日は雨です。風、今日は風が強い。今日は風が強い。 雪昨日は雪でした昨日は雪でした降る降ります今日雨が降ります きょうはとてもあつい。今日はとても暑い 涼しい今日はすごくす涼しいですね。寒、ね、寒いいこの部屋は寒いです,この部屋は寒いです 暖かい。あったかい。この毛布は暖かい。この毛布は暖かい。多い。6月は雨が多いです。 6月は雨が多いです少ない 1>, 1月は雨が少ないです1月は雨が少ないです 思うと思う思います明日は暑いと思います明日は暑いと思いますいいと思う いいと思う。おもしろいと思う。おもしろいと思う。寒くないと思います。寒くないと思います。帰ると思う。帰ると思う。 帰っていると思う。そう思います。そう思いますどう思いますか,どう思いますか たぶん明日はたぶん雨だと思います。明日はたぶん雨だと思います。きっときっと雪が降るでしょう。きっと。 雪が降る,降るでしょう。降るでしょう。降るでしょう。やむでしょう。やむでしょう。 分かったでしょう。分かったでしょう。降るでしょう。降るでしょう。忙しいでしょう。忙しいでしょう。高いでしょう。 高いでしょう。わかるでしょうか。わかるでしょうか。やむでしょうか。やむ,むでしょうか。難しいでしょうか。 かししいでしょうか<傘>私の傘がありませんってくるもってきます。 学校へ傘を持ってきました。学校へ傘を持ってきました持っていく。持って行きます。会社へ傘を持って行きます。会社へ 傘を持って行きます番組毎日天気の番組を見ます毎日天気の番組を見ます いついつ国へ帰りますか来年帰りますいつ国へ帰りますか来年帰ります 去年去年日本へ来ました去年日本へ来ました今年今年イギリスへ留学します。 今年、イギリスへ留学します。来年、来年、国へ帰ります。来年、国へ帰ります。季節。 日本の季節は4つあります。夏が<番>夏が一番好きです。夏が一番好きです なるなります寒くなりました寒くなりました冬になりました冬になりました。冬になりました いつか、社長になりたいです。いつか、社長になりたいです。春。私の一番好きな季節は、春です。 私の一番好きな季節は春です。夏。私は夏が大好き。私は夏が大好き。秋。 秋はぶどうがおいしいです。秋はぶどうがおいしいです。冬カナダの冬はとても寒いです。カナダの冬はとても寒いです。 花。母は花が好きです。母は花が好きです。月。月が綺麗です。月が綺麗です。 花見、お花見日本人は花見が好きです日本人は花見が好きです桜桜はきれいな花です 桜はきれいな花です。花火。夏に花火を見ました。夏に花火を見ました。 もみじ。紅葉。山で、もみじを見ました。山で、もみじを見ました。初めて。初めて、桜を見ました。 初めて桜を見ました一度一度花見をしたことがあります一度花見をしたことがあります

一度も京都へ行ったことがありません。公園公園で花見をします。公園で花見をします。 散歩犬とと公園を散歩しますても桜がとてもきれいですね。 桜がとても綺麗ですね。本当に。本当にそうですね。本当にそうですね。 ぜひぜひ私のうちに来てくださいぜひ私のうちに来てくださいもちろん。 土曜日のお花見に行きますかはい、もちろんです。土曜日のお花見に行きますかはい、もちろんです。